C1 は、シトロエンが製造、販売している自動車である。欧州における、市場拡大を図る PSA ・プジョー・シトロエン、トヨタ自動車が、A セグメントに、低コストで車種を投入するために、合弁会社のトップ化を設立、シトロエン C1、プジョー107、トヨタ愛号を、共同開発することとなった。2005年2月からチェコで、生産開始、ジュネーブモーターショーで披露した。 エクステリアは各社ごとに違っていて差別化しているが、インテリアは共通であり、デザインは3社の共作の結果とヨタ案が採用された。リアサイドウィンドウは開かず、ドアトリムも鉄板向きだし、リアハッチ自体もガラスのみとなっているなど、徹底した低コスト化を図っている。2014年3月のジュネーブモーターショーにて、初公開。同年6月、発売を開始。二代目へ、 フルモデルチェンジした。二代目モデルでは、標準車のほか、クロスオーバー SUV 風のコンセプトを持ったアーバンライドが設定される。また、長さ 800mm、幅 760mm の開口部を持つ、キャンバストップを装備するエアスケープも設定される。2018年には、マイナーチェンジが行われ、ボディカラーの追加などがなされた。生産は初代に引き続き、 チェコのコリーンでトヨタ愛護、プジョー108と共に行われる。ありがとうございます。